ポケットモンスター、スカーレット・バイオレットやっていきたいと思います。2月の27日、ポケモンデイ、ポケットモンスター、レッド版、グリーン版から発売から27周年おめでとうございますという記念すべき日だったんですけれども、それに伴いまして新しい新情報、いろんなあのポケモンのゲームのアップデート情報が来まして、ポケモン・スカーレット・バイオレット、ダウンロードコンテンツ、DLC来ました。こちらもう早速売られてますね。3500円、ポケモンバイオレット、ゼロの秘宝というのが来ましたね。このゼロはおそらくあのエリアゼロ、パルデアの大穴かと言われてます。もうちょっと買っちゃいますね今もう。はい、今買わせていただきました、ありがとうございます。これでもういつからだっけ、でもねまだなんだよね確か。あ、そう、そしてこれなんと翡翠ゾロワークが早期購入特典でもらえるらしいです。前編の緑の仮面、そして後編の青の円盤というダウンロードコンテンツが大体書いてありますね。配信予定日が2023年の12月の31日と2024年の4月の30。情報だと確か今年の秋と今年の冬って書いてあるんですけど、多分余裕を持ってこういう表記になってるのかなと思います。早期購入特典かなりお得なので、これ絶対やった方がいいと思います。今ダウンロード中ですね。はい、アップデート終わったので起動していきたいと思います。てかビビるわ、あんな深夜0時に更新始まると。もう0時からやりたかったんですけど、もう昨日疲れすぎてて普通に寝ちゃってましたね。もう急遽のサプライズ大発表ということだったんですけど、これでスカーレット・バイオレット起動して、早速早期購入特典、あ、もう書いてある、追加コンテンツ、でもちゃんとチェックマークついてますね。やばっ、これ何、ゴリランダーなのお面。確かもう名前も出てた気がするんですよね。左の子はオーガポンというポケモンらしいですね。なんか顔、仮面で顔を隠してる。なんか日本のお祭りをテーマにしたようなアップデートらしいです。画面を見る限りね、なんかお祭りの風景とかあったんで。で、右のがテラパゴスっていう、なんかテラスタルに明らかに関係ありそうな顔してますね。なんかポケモンのタイプが甲羅に書いてあって、真ん中の突起がパルデアの大穴に似ているという情報を。他にも、緑の仮面にはなんかイーネイヌっていうのと、なんかニャオハタツナの恐れられていた姿とも言われてます。あとマシマシラ、あとキチキース、豆がちょっとすごいんですけども、あと他にも緑の仮面で今まで出てなかった他の地方のポケモンが出たり、青の円盤で追加でメタグロスとか出るらしいですね。アイテム確認しよう。これなんかもらえんの、あ、制服これでもらえるんだ、いただきます。ちょっとすぐ着替えるね。あ、ニュー制服めっちゃいいじゃん。わ、なんかちびっこギャングだ。ちょっとまだ寒いので、ニュー制服の冬かな、冬にしておきます。今季節的にはとりあえず翡翠ゾロワークだけ受け取りますよね。はい、来ました、贈り物探します。あー、来た翡翠ゾロワーク。まさかパルデア地方で見ることになるとは。これ確実にいろんな地方のポケモン来ますね、これ。うわ、かっこいい翡翠ゾロワークが来ました。これ使えるんかな、もう。まさかお前がこの地方で見れるとはな。イケメンだ、かっこいい。いや、いいっすね。どんどんポケモンが増えますね。さあ、そして本題に入りましょうか。新しく出たパラドックスポケモン、うねる源、鉄のイサハ、やっていきたいと思います。これ普通にもレイドで出てるんかな？え、これとかじゃないかな？僕、バイオレットなので、バイオレットは鉄のイサハ。で、スカーレットはうねる源が出るらしいです。見た目見ました。ああやってパラドックスポケモン増えていくのか。鉄のイサハはまだなんかね、ビリジョンの原型とどめてましたけど、うねる源見た？怪獣になってたけど、スイ君。アニメの話だったら、なんか、火事にあった3匹の子犬を、なんか、あの、エンデー・ライコー・スイ君の姿に、法王が蘇らせたっていう話があるんですけど、子犬じゃないんという、もともと子犬じゃないんという話になってきます。まあ、タイムパラドックスが起きてるので、もともと子犬じゃなかった世界線の過去の姿、ちょっと何言ってるかわかりません。というわけで、早速見つけました、鉄のイサハです。大地君行こうか。超タイプなんですけども、最強レイドとかではないので、意外と、いけるんかなと思ってます。エスパーの弱点といえば、悪とかかな？めっちゃ強かったらどうしよう。いや、さすがにそんなことはないと思いたい。多分、ちょろいと思うんで、ちょっと大地君と俺で行きます。普通に腹大腰で攻撃力をギャンギャンに上げて、なんか、ドレインパンチ、あ、ドレインパンチはエスパーには効かんな。まあ、要所要所って、なんか、HP やばい時はドレインパンチでいい気がします。いや、すごいな、こんな。めかめかしいなあ。じゃあよろしくお願いします。うわ、でもなんかやっぱ体すごいな、目怖え。エレキフィールドありがとうございます。
クォークチャージが発動してしまいますよ。こちらもね、ありがとうございます。攻撃が上がりますよ。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあまずは腹太鼓していこうと思います。あー、剣の舞、まあ、最初はドレパンで様子見てちょっと回復しよう。剣の舞してきてる時点でちょっと若干嫌な雰囲気が漂ってきてはいます。あれ大丈夫かそれ、まずいんじゃないか、格闘だぞこっちは。長すぎたか。あ、これまずいですわ。これ、あの、鉄の階段じゃないですわ、これ。頼む、なんとかしてくれ。ちょっと違った、やっぱ。エスパーに格闘は無謀だったか。あー、なるほど。あ、まひってる、まひってる。先に技打てると、あるよ。耐えろ！あ、これマジでダメだ。はい、反省を生かしてドド下山でいこうと思います。エスパータイプには悪タイプ、格闘タイプではなかった、それだけの話です。もう作戦としてはシンプルに剣の舞をして攻撃力をギュンギュン上げて土下山で決めていきたいと思います。息止んしとくね、その間。いけいけどん、鉄のイサハ、絶対鉄のイサハはしてないですね。俺が決める、これで。いけー、ありがとうございました。これは届けたんですね、多分。いや、命の玉込みっていうのもでかい気がする。うわ、すごい見た目が。何色に捕まえようかな。ボール、フレンドボールとかめっちゃ似合ってるけどな、同じ色だし。え、もったいないかな。でもビリジョンは割と好きなんで、ちょっとここフレンドボールで行かせていただきます。え、いいのかな本当に。あれ、俺心に迷いが生じてる時点であんま良くないのかな。いやー、すごいな、まさかパラドックスポケモンが増えるとは。けどなんかビリジョンっぽいのとスイクンっぽいの、なんか学校の図書館に資料あったじゃん。からまあまあ、なんとなく予測はできてたかなっていう気はします。でもね、なんか図書館の資料と見た目が結構違うんだよな。もうちょいガツかった気がする、足元とか。やったぜ、ゲットしたぜ。おー、すごい見た目が。サイコブレードって何なんだろうね。実体のない刃で相手を切り裂く。エレゲフィールドにいるときに技の威力が 1.5 倍になる。ほー。もう完全に物理アタッカーみたいな感じですね。まあ、物理アタッカーですね。あと耐久がどれくらいあるか。けど、エレゲフィールドで打ち込まれるサイコブレードめっちゃ強そうだけどな。クォークチャージもあるから。お、かっこいい。あ、おどこ行く。あ、意外と動きが早いのね。すごい、いかつ。もうよくできてるな。いかちいな。あー、かわいい。笑った目はかわいいですね。じゃあ続いてはうねる水面スカーレットでやっていきたいと思います。はい、来ました。こちらがうねる水面、スイ君のあの過去の姿と言われております。さっきも話したんですけど、あの、もともと子犬だったっていう話から推測すると、やっぱちょっと話が噛み合ってないんですよ。だからマジで俗に言うタイムパラドックス、仮なんかもし過去にスイ君がいたらみたいな別の世界線の話かもしれません。深いね、パラドックスっていう言葉は。というわけでやっていきましょう。さあ来い。おお。まあしっかり腹太鼓していきたいと思います。あ、まあまあ、これが鉄の階段の強さですよ。よし、じゃあ攻撃していきましょうか。ドレインパンチで回復しながらいけばいいんじゃないかな。はい、鉄のカイナは相当耐久があるので、まず落とされないと思います。あともうマジでドレパンで回復しながらだったら多分いける。ハイドロスチーム、いやー、めっちゃ入る。テラスタルします。ってことはこれ、エンテイとかさ、ライコーとかもいるんかな？テラキオンとコバルオンとか。マジで楽しみですね。ドレインパンチ。テラスタイプ込み。最大火力。うおー、削れた。いやー、ありがとうございました。これは鉄のカイナっぽいな。結構余裕持って勝てましたね。まあ、あの、最強レイド、リザードンとかエースバンとか月光河とか、ああいうのじゃないので、まあ、比較的強いけども。勝てる方だと思います。マジでスイクンやん。目の周り赤。ボールどうしよう。水色いのでダイブボールで捕まえちゃいます。うん、近い。はい、ゲットしました、ありがとうございます。
これスカーレット持ってる人とやんないとバイオレットの人は手に入んないってことかな。多分そうだよね。出現が友達必須です。ちょっと見合わましょう。うわすっげえ、こんなの突然現れたらびっくりするよ。だって昨日まで情報なかったんですよ。うわマジでスイ君だな。でも、ステータス見る限り、まあ、特効が高い、素早さも結構高いな。ハイドロスチュームってなんだ。煮えたぎる水を勢いよく浴びせる。日差しが強い時技の威力が下がるどころか 1.5 倍になる。下がるどころかって書いてあるの。うん、水タイプの技威力 0.5 倍になっちゃうんですけど、ハイドロスチュームに関しては上がるという、割と魅力的というか唯一無二の太陽下でも戦える水タイプという、割と常識を覆す技を持ってます。あーなんか強そうだけどな。水ドラゴンでしょ。あんまり効かないタイプだから優秀な気がする。出してみよう。はい、うわでっか、怪獣じゃん。後ろ乗りてー。いや怖いな怖いな。結構普通にバケモンですね。あでもやっぱ古代にいそうな感じはありますね。やっぱ恐竜モチーフなのかな。あ寝ちゃった。それはそれで可愛いと。はい、ということでダウンロードコンテンツの情報が来て、またポケモンスカーレットバイオレット盛り上がっていきそうです。とりあえずもう突然現れた、鉄のイサハ、うねる水面、ぜひゲットしてみてください。以上今日の世界でした。